こんにちは。RYTMOS レイトゥモスというゲームです。どんなゲーム？マウスを使うらしい。音がでかい。ループを書いてパズルを完成させましょう。クリックとドラッグで惑星を回転させます。ボリュームバランスどんなもんだろうな。音が重要なゲームっぽいからもうちょい上げてもいい。すべてのサウンドエミッターにヒットしてゴールドを獲得しましょう。全部合わせたら曲になるのかな。ルートは端に到達するまで描かれます。曲がさ、でもさ、回す方向によって選べるんだね。それはないのか。これはこっちに回すしかないのか。違う。あ、違って。これはダメなんだ。なんでだ。違う。これで6面体が揃ったよ。カリンバ、ジャムモードへようこそ。ここでは楽器を演奏したり探索したりできます。演奏をレコードに録音することもできます。ASDF、 あーなるほどね。ここはキーボードなのね。適当に押してるだけなのに勝手にメロディーが出来上がる。なんでだ。なんか押すボタンによって分かんないな。あ、そうなるのね。なるほどね。
すべてのパズルでゴールドを獲得して惑星を軌道に乗せましょう。ムビラ。え？スタート地点はどれだ？これか。マジ？これ戻されちゃう？一回引ければ大丈夫なんだ。違うって、どうやって？この時もう一回戻ってくる方法ではなくない？こっちかい。ちょっと待って、その途中でもゴール判定になるのに早くなってた。なんでこれ早くなったんだろう。ポーマおしょしいか。 A と S。 なるほどね。マーキウス。
ああ、全然何をしてんだこれ。これ何通りか解き方あるのかな。バイバイ。なんだこれ、2番目を解いてないやつがになっちゃうな。何が正規ルートなんだろう、よくわかんねえな。ちょっと遊んできた。マリンバ。腸が変わると勝手に音程も変わってくれるんだ。なるほどね。結構ステージ数あるんじゃないこれ。あ、この惑星はこれで終わりか。チュートリアルの星だ、多分。これをやった。ちょっと待てよ。ゲームコントローラーが勝手に振動するので勝手に落下しました。どっかの設定でゲームコントローラーオフにしてくれ。ないのか。コントローラー推奨なの？じゃあ、いや、そんなことないな。何これ、ちょっとコントローラーゲーコンやめてほしいな。帰ろ。
や、これ本当に、だってさ、本当にコントローラーで操作はできないわけだよ、このゲーム。コントローラーが振動する意味がマジでわからんのやけど、なんだこれ。これ何？止まんないもんね。止まらせる場所ができるわけだ。こうすると、と、ああ、そっか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 、そうだね。こっちかい。いや、これはこれダメだもんね。氷の場所を戻す処理が欲しいな。これか。お、まだ分かってないね。こうなるともう出られないので、ここに戻ってくるにはもう一回こっちに来ないといけない。ああ、初手こっちを全然考えてなかったな。考えてなかったなね。もう見たまんまですけど、マジで最初の2択を外したよって感じだね、今のも。ロゴがあるか。
ぐるっとこっちに回ってきてほしい。でもこの隙間には入れないんでしょあいつ。入らないんだよね。だってまあ踏むな踏むな。違う違う、あ違うって。俺の意思と関係なく進むなよ。終わってねえよまだ。終わってないって。あれですよね、カジュアルゲームの不親切さが出ましたね今ね。どこだっけ、どこだっけ、ここじゃない、違う、どこだこれ。これ止まんの。バグっちゃった。おいおいおい。なあ、バグっちゃった。どういうこと？なんでこうなるの？作ってからもう一回作り直してみるか。治った。治ってね。なんかここに絶対障害物がある状態になっちゃってるな。マジでか。どうしような。もう絶対解けなくなっちゃってるねこのステージ。仕方ね、次行こう。仕方ないです、ゲームがクリアさせてくれない。ポエポエ。スタート地点どれ、これか。間違えた。なんで戻るボタンがこんなに似てるんだ、気になってしまうな。
これこういう技をもう使ってこいってことか。一旦作った線を戻せみたいな。なるほどね。スタート位置に戻るにはこの辺にないといけないから、広いな。すごいパズルゲームっぽくなったね。この雰囲気いいな。このベースになってる紫色のやつがいいね。円をぐるっと描きたい。間違えた。OK、 一番最後にベースが来ちゃった。何のリズムだこれ。ちょっとさっきの数字もう一回言ってみようか。一旦失敗したところ、ダメだ。なんでだ、なんでそこで止まるようにプログラムされてるんだ。もう絶対治んないじゃん、絶対治らんやん自分。
ゲームを、これゲームを落としたらいいみたいな話じゃなくないか。なんかこの状態でセーブされちゃってるのよ。もうなんかセーブデータ削除以外に多分解決策はなさそう。まあ、もしはバグ修正のパッチ待ち。少なくとも今なんとかできるもんじゃないな。別の世界をロードしたからといって解けるものではなかった。無念。アナラス。なるほど。え、それどうなんの？そうなるわ。マジか。わけがわからなくなってくるね。なんで？これもか。どっち回りにするかによってこの鳴る順番が変わるもんね。なるほど。
これはキーボードじゃないんだ。OK、 じゃあ今日はこんなところかな。はい、知ってるんですけどこれがダメなので、一旦再起動してみます。ではお疲れ様でした。